八節を迎えました。 J2 両チームの選手が入場してきました。右今後ベースのユニフォームホームの栃木、左栃木が速い攻撃に移ります。谷地田ラストパス、アリバキーパーナイスセーブですが、まだゲームは続いている。枠を捉えました。ゴール認められて栃木先制。ただまあこの抜けたところ、まあ、小熊選手シュートを打って、まあ、これキーパーとしてみれば出なければいけないですし、でそこであの痛くても本当は立たなきゃいけないわけですよね。ファールじゃないわけですからね。そしてディフェンスも2人残って、石川から草野、草野抜けた、草野山口同点。飲水タイムが明けてすぐに同点ゴールが決まりました。山口です。目測を誤って完全にボールをクリアできませんでしたよね。でいて草野選手のところにうまくタイミングよくこぼれてきたっていう感じですよね。こういう流れの中でボールを見ながら体に当ててうまく落ちたのが自分の方向に落ちてきて、まあ、これただシュートは引っ掛ける栃木ボールになる。3対3旗仕掛ける、旗狙った、つながってシュートだー。佐藤が入ってきました。そうですね、あの栃木の場合は全員守備なので跳ね返すだけになってしまうんですね、はい、山口つなぐ抜けていった、シュートだー。枠の外、決定機でした。山口井戸口を使います。谷地田幅を取って第2の局面、谷地田、谷地田、ギアを上げた、柔らかいボール、豊田だ。今日2点目豊田、後半栃木勝ち越します。選手体ひねりながらコースきっちり、ボールの北サイドが空いてるのをきっちり見てますよね。これ最後まで、で最後振ってますよね。これはあのやっぱり基本に忠実ですよね。ボールが来たサイドっていうのは確実に、いやサイド柳そらす、柳がキープ、柳栃木3点目。ちょっと本当石川選手がこう遅れた分だけ、ただこれ思い切りのいい逆サイドに行きましたよね。ただの吉内選手のあのジェスチャー見てるとディフェンスラインに相手が入ってたのか。そうですね、ただまああの山口の上これつなげますからね、はい、こぼれた、入ってきて決定機だ、シュートだ、返した川野のゴールで山口1点差。そうですね、これもう本当に川野選手のいいところですよね。宮上帯も反応はできませんでした。まだ18歳ですからね、これからまだどん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 伸びていくと思いますよね。地元山口出身で山口の下部組織で育ちました。今シーズンの初ゴールでクロスが入ってきた、栃木ボールのゴールキックになります。ここでタイムアップの笛、ホームの栃木3対2。